ト。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートは9、インコース強烈な仕掛けは1号出る芝田。現在スタート判定中、スタートは判定中となっています。バックへ向かいまして先頭を押し切っているのは1号艇の島田ですが、現在スタートは判定中。2番手争いは3号艇、4号艇か。お知らせいたします。1号艇の島田隆がフライング、1号艇の島田が残念ながらフライングということになりました。1号艇に関係するフラ券すべて返還ということになりますので、どうぞ皆様ご注意ください。1番番ダッシュ、3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇倉谷、4号艇の高松、そして5号艇の渡辺、6号艇の日野と際どいスタートが複数艇ありました。ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。ただいまスタート判定中です。複数艇判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。一緒に枕スタンド前ですが、ここでお知らせがあります。3号艇の倉谷、4号艇徳松、5号艇渡辺、そして6号艇の日枝、4人がフライング変換欠場。お手持ちの投票券大切にお持ちください。このレース、3号艇の倉谷、4号艇徳松、5号艇渡辺、6号艇の日枝、4人がフライング変換欠場。お手持ちの投票券大切にお持ちください。アウト。スタートしました。インコース1号艇北野照樹、1マークへと向かいます。ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇北野照樹フライング返還決勝、1号艇に関係のある投票券すべて返還です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。北野大キック。1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。スタートしました。スローゼ好スタートだったんですが、1号艇ブスジバ、これは早い。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。ブスジバスタート早かった。お知らせです。このレース、1号艇ブスジバ誠はフライングです。従いまして11レース1番に関係ある投票券すべて返還。お手持ちの投票券確定まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース2コース思い切ったスタート確定、1マークへと向かいます。ただいまスタート判定中となっています。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。ただいまスタート判定中となっています。お知らせいたします。2号艇坪井壮介フライング返還欠場、2番に関する投票権はすべて返還となります。2号艇坪井がフライング返還欠場、2番に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。大キック。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。準優勝戦の第11レース、早いスタートありました。フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。5号艇の八須瑞希フライングのため返還欠場、5番に関する投票券発売額と同額で返還です。ファンの皆様、お手持ちの投票券最後まで大切にお持ちください。
チス。ダイキック。万歳。1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートまで1秒スタートしました。インから1号艇、そして3号艇の中村と、これは早いタイミングか、これは早いタイミングとなります。船券は大切にお持ちください。スタートは判定中です。スタート判定中です。船券はどうぞ大切にお持ちください。なお、ファンの皆様にお知らせいたします。1号艇の笠野、3号艇中村、1号艇笠野、3号艇中村、2選手はフライングのため返還欠場です。1番、3番に関する投票権は全て返還となります。どうぞ船券大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。一周1マークへ向かっていきますが、早いタイミングがあったようです。1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中。スタートは判定中。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。このレースはフライングがありました。2号艇の山崎選手はフライング返還欠場。2番の山崎小羽、フライング返還欠場です。従いまして2番に関係する投票券すべて払い戻し返還。お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コース、ちょっと早かった。2号艇の柏、現在スタートは審議中。スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちください。2コースの柏、ちょっと早いタイミング。現在スタートは審議中。スタート審議中となっております。ここでお知らせいたします。2号艇の柏二郎、フライング返還欠場。2号艇の柏、フライング返還欠場となりました。従いまして2号艇に関する投票権すべて返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒。スタートしました。内側の2人、中でも陰線1番野間踏み込んで、お手持ちの投票券大切にお持ちください。その1番野間の陰線、2番の松瀬が差し構え、そして内をついては6番の茅原でバックストレッチですけれども、ここでお知らせです。お知らせいたします。1番の野間、1番の野間はフライング返還欠場になりました。1番に関する投票権返還になります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇の佐藤ですが、これはちょっと早いタイミング。1周1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中。スタート判定中です。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バックスレッジが入りますが、ここでお知らせです。このレースはフライングがありました。1号艇の佐藤はフライング返還欠場。1番の佐藤穂乃香、フライング返還欠場です。従いまして1番に関係する投票券すべて払い戻し返還。お手元の船券は大切にお持ちください。完全にアウト。1番、2番、3番、4番、6番、アウト。5番です。スタートしました。好スタートですが、決まる。インから1号艇、柳田、6コースから5号艇野村、好スタートを切りました。5号艇野村が外から仕掛けています。1号艇柳田抵抗しているんですが、このレーススタートは審議中となっています。お手元の投票券大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。1号艇柳田秀明、フライング返還欠場となりました。1の組に関する投票券は全て返還。お手元の投票券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、
4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇の佐々木のスタートは早すぎました。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。現在先頭1号艇の佐々木ですが、このレーススタート審議中となっています。お知らせいたします。1号艇佐々木カンタフライング返還決定です。1の組に関する投票券すべてが返還となります。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。完全にアウト。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒。スタートしました。大外6番のちょっと、そして内側1番のノアイが踏み込んでいます。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番ノアイの陰線、内側をついた2番の佐藤、おっと振り込み加減になったのは4番の末永で交代。バックスイッチに入りまして、ここでお知らせです。お知らせいたします。1番のノアイ、1番ノアイはフライング返還決勝となりました。一番に関する投票権返還になります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。はい、大キック。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。これはちょっと早いタイミングがあったようです。一周一マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。ここは複数艇のフライング艇があるようです。バックスレッジへ入っていますが、ここでお知らせです。このレースはフライングがありました。1番土屋、2番孫崎、3番田村、3選手はフライング返還決勝です。1番、2番、3番、3選手はフライング返還決勝。従いまして 1,2,3 に関係する投票券すべて払い戻し返還。お手元の船券は大切にお持ちください。土屋、田村、大キック。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。インコース1号艇山く早いスタートです。ただいまのスタート安定中、ただいまのスタート安定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ここでお知らせいたします。1号艇山く和人はフライング、第1レースの1番はフライングとなりました。従いましてこのレース1の組に関する投票券は全てが返還となります。レース終了までお手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。インコース1号艇もみやま早いスタートです。ただいまのスタートは安定中、ただいまのスタートは安定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。2コースまくり決まった。2号艇金子、そして後方4号艇上田にアクシデント発生です。ここでお知らせいたします。1号艇もみやま吉崎はフライング、1番はフライングとなりました。ファンの皆様、お手持ちの投票券はどうぞレース終了まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。5号艇の坂本のスタートは早いスタートとなっています。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。1号艇前田先頭、2号艇鈴木2番手、3番手争い3号艇松本、5号艇坂本ですが、このレーススタート審議中です。お知らせいたします。5号艇坂本勇気フライング返還決勝です。5の組に関する投票権が全て返還となります。お手持ちの投票権はお捨てにならないように大切にお持ちください。1番、3番、4番、5番、6番、2番です。スタートしました。3号艇の大沢のスタートは早すぎました。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないよう大切にお持ちください。現在先頭争い1号艇高橋と3号艇大沢ですが、このレーススタート審議中となっています。お知らせいたします。3号艇の大沢風紀フライング返還決勝です。3の組に関する投票券すべてが返還となりますので、お手持ちの投票券はお捨てにならないように大切にお持ちください。
番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました大外6コース。おっと早いか、6番の井上美人、一周1マークの旋回ですが、ここは痛恨のコールがあります。なおファンの皆様にお知らせいたします。6番の井上美人フライング変換欠場、6番井上フライング変換欠場、6番の組に関する投票権は全て変換となります。お手持ちの投票権着順確定まで大切にお持ちください。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。ピン勝負の長いだったんですが、うわーこれは行ってしまったでしょうか。お知らせいたします。第9レース1号艇長井氷也フライング変換決勝、1に関係する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コース1号艇日笠は早いスタートです。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ここでお知らせいたします。1号艇日笠正弘はフライング、6レースの1番はフライングになりました。従いましてこのレース1の組に関する組み合わせ投票券すべてが変換となります。ファンの皆様、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。日笠大キック、4号6スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。外寄りで早い手があったようです。お知らせいたします。第7レース5号艇長野道夫フライング変換決勝、5に関係する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。7レースのスタートは切られました。これはちょっと早いタイミングがあったようです。1周1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。現在スタートは判定中、スタートは判定中となっていますので、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちいただきたいと思います。1周2マークへ向かっていきます。現在トップは1号艇の土屋が2マークを旋回直線コースへ入りました。レースはこれから2周目と向かっていきますが、ここでお知らせいたします。このレースはフライングがありました。3号艇の倉持、5号艇の飯塚、この2艇はフライング変換欠場です。3番の倉持、5番の飯塚、両選手はフライング変換欠場。従いまして3番と5番に関係する投票券すべて払い戻し変換。お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートしました。インから、おお、これはさすがに早すぎます。1番の広瀬、1周1マークの旋回、痛恨のコールが待っています。なおファンの皆様にお知らせいたします。第10レース、1番の広瀬正人フライング変換欠場、1番広瀬フライング変換欠場です。1番の組に関する投票権は全て変換となります。お手持ちの投票権着順確定まで大切にお持ちください。完全にアウト。さあ、しました。3号艇倉谷、4号艇の徳松、そして5号艇の渡辺、6号艇の日野と際どいスタートが複数艇ありました。ただいまのスタート判定中です。
お手持ちの投票券大切にお持ちください。ただいまスタート判定中です。複数艇判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。一瞬今からスタート前ですが、ここでお知らせがあります。3号艇の倉谷、4号艇徳松、5号艇渡辺、そして6号艇の飛田、4人がフライング変換欠場。お手持ちの投票券大切にお持ちください。このレース3号艇の倉谷、4号艇徳松、5号艇渡辺、6号艇の飛田、4人がフライング変換欠場。お手持ちの投票券大切にお持ちください。立ちました。スローゼ好スタートだったんですが、1号艇ブス島、これは早い。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。ブス島スタート早かった。お知らせです。このレース1号艇ブス島誠はフライングです。従いまして11レース1番に関係ある投票券すべて返還。お手持ちの投票券確定まで大切にお持ちください。スタートしました。インから1号艇そして3号艇の中村と、これは早いタイミングか、これは早いタイミングとなります。船券は大切にお持ちください。スタートは判定中です。スタート判定中です。船券はどうぞ大切にお持ちください。なおファンの皆様にお知らせいたします。1号艇の笠野、3号艇中村、1号艇笠野、3号艇中村、2選手はフライングのため返還欠場です。1番、3番に関する投票権は全て返還となります。どうぞ船券大切にお持ちください。スタートしました。一周1マークへ向かっていきますが、早いタイミングがあったようです。1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中。お手元の投票権はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。このレースはフライングがありました。2号艇の山崎選手はフライング変換欠場、2番の山崎小羽フライング変換欠場です。従いまして2番に関係する投票券すべて払い戻し変換。お手元の船券は大切にお持ちください。スタートしました。インコース1号艇の佐藤ですが、これはちょっと早いタイミング。1周1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタート判定中です。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バックスへ違い入りますが、ここでお知らせです。このレースはフライングがありました。1号艇の佐藤はフライング変換欠場、1番の佐藤穂乃香フライング変換欠場です。従いまして1番に関係する投票券すべて払い戻し変換。お手元の船券は大切にお持ちください。スタートしました。これはちょっと早いタイミングがあったようです。1周1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。ここは複数艇のフライング艇があるようです。バックスレッジへ入っていますが、ここでお知らせです。このレースはフライングがありました。1番土屋、2番孫崎、3番田村、3選手はフライング変換決勝です。1番、2番、3番、3選手はフライング変換決勝。従いまして1、2、3に関係する投票券すべて払い戻し変換。お手元の船券は大切にお持ちください。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。ピン勝負の長いだったんですが、うわー、これは行ってしまったでしょうか。お知らせいたします。第9レース1号艇長井翔也フライング変換欠場、1に関係する投票券は8倍額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。外寄りで早い手があったようです。お知らせいたします。第7レース5号艇長野道夫フライング変換決勝、5に関係する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちください。スタートしました。7レースのスタートは切られました。これはちょっと早いタイミングがあったようです。1周1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。現在スタートは判定中、スタートは判定中となっていますので、お手持ちの投票券
どうぞ大切にお持ちいただきたいと思います。一周2マークへ向かっていきます。現在トップは1号艇の土屋が2マークを旋回直線コースへ入りました。レースはこれから2周目へと向かっていきますが、ここでお知らせいたします。このレースはフライングがありました。3号艇の倉持、5号艇の飯塚、この2艇はフライング変換欠場です。3番の倉持、5番の飯塚、両選手はフライング変換欠場、従いまして3番と5番に関係する投票券すべて払い戻し返還、お手元の船券は大切にお持ちください。